今週は休憩のポイント喋っていきますので、ぜひね最後までお付き合いください。改めましてどうも、太一です。皆さんも勉強だったり仕事だったりしてるときに、まあ休憩って入れますよね。それで、例えばじゃあ15分休憩しようと思って、スマホいじってた、TikTok 見てる、ショート見てるってなったら、1時間みたいなね、ことが経験ある方多いと思うんですよ。で、今回、それを防ぐ方法のちょっとアドバイスができたらなと思って喋っていきます。少し本題と逸れてしまうんですけど、私はですね、勉強するときっていうのは、目標を時間ではなくて量で決めてねっていう話をよくします。今から1時間勉強するぞっていうやり方をしてうまくいってる方はもちろん変える必要はないんですが、その目標設定をした時に、ああなんか後半ダラダラしちゃうんだよなっていう方は、時間じゃなくて今からワークのここまでをやるぞって、やったら休憩にするぞっていう量で決めると、そこまで時間ダラダラやれば時間かかってしまうので、もうサクッと終わらせて休憩する、サクッと終わらせて休憩するっていうリズムが作りやすいんで、量で決めてほしいっていう話をするんですね。ただ休憩は量じゃなくて時間で決めてほしい。例えば20分休憩を今からするって決めたら、まずタイマーをかけます。スマホ持ってる方はスマホのタイマーでもいいし、あとはキッチンタイマーとか100均で売ってるからね、それを持ってきて、それでセットする。必ずセットするんだよ。で、20分タイマーが鳴るじゃないですか。つまり休憩が終わりのアナウンスが鳴ったら、推しの映像の途中であろうと、好きな音楽の途中であろうと、終了です。終了。必ずもう休み時間と一緒よ。もうあのやってなったらさ、授業始まるじゃんか。それと一緒で、もうなった瞬間にもう始めるよっていう。ああ気になるって、それは次の休憩で見たらいいんだからね。だからそれをまず自分の中で徹底できるかっていうのが、メリハリをつけられるすごく大事なポイントになります。とはいえ、それができなくて困っとるって話なわけですよ。私もそうだったんでね。じゃあそこをうまく切り替えられる方法のポイントとして、今回2つ提示したいと思います。まず1個目がですね、休憩に入る前、ここがポイントなんですけど、やりました、目標達成して終わったってなるね、休憩しようって思うんだけど、その前に、休憩に入る前に、休憩後の勉強スタートあるでしょ。この休憩後にやるものを先に決めておくんです。で、そのやるものっていうのは、例えば数学やるぞとか英単語やるぞっていう決め方じゃなくて、数学のどのワークのどの問題からやるのか、英単語もどのページのどの単語から覚えるのかっていう、スタートをピンポイントで決めておくの。そうすると、実際こうさ、休憩終わって始めるときに何からやろっかなっていう、その時間が発生しないんだよね。発生しないから、グダグダしないから、もうなった瞬間によしこれって、スタートがすんなり入ることができるので、必ず休憩に入る前に次頑張るスタートをピンポイントで決めておくっていうのを、まず1個ルールからやってみてください。そしてもう1個のポイントが、20分休憩で、まあ、20分のアラームかけますよね。でもね、実際の休憩時間は19分です。もしくは18分、つまり1分2分は休憩が減ってる感覚になってほしい。どういうことかっていうと、20分休憩だったら、こうアラームがさ、残り1分とか残り2分になった段階で、もうみんなはそのね、見てるものとかをもう止めに行くの。止めて勉強机に戻って、机の上のちゃんとセッティングを始めてください。消しゴムのカスを捨てるとか、なんかワーク違うものが開いてたらさ、片付けて次やるワークを開いて、で状況を作る。つまり休憩時間のラスト1分2分は、次スタートするための準備運動の時間なの。そこできっちり準備運動で、気持ちもね、気持ちもさ、セットできるから、そうすると勉強始めようっていう気持ちをセットしていって、でいざアラームが鳴った時に、だって環境はできてる、自分も座ってる、問題も決めてるんだから、やるしかないじゃん。もうそこですんなり入れるでしょ。だからそれをやること、この2個をやるだけでも、かなり休憩終わった時のスタートは切りやすくなります。いいかな。だからまず騙されたと思って、で、これは結構ね、習慣にするのに時間かかる。俺もそうだったもん。で、ぐだるんだよ。で、ぐだってもへこむなよ。この、なんだろう、切り替え、メリハリっていうのは、大人でも難しいんだから、難しい。難しいんだけど、でも誰でもできるようになる。なるから。必ずそこは、なんだろう、ちょっと粘り強く踏ん張ってもらって、その2個のポイントを意識して過ごしてもらえたらと思います。はい、ということで今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。私個人的に思ってることなんですけど、休憩ってさ、
基本的に自分の好きなことをするじゃないですか。私はゲームとか音楽が好きなのでゲームしたりとか、まあ、音楽も聴いたり、好きな人のねアーティストの音楽を聴いたりするわけですけど、なんかそのメリハリがついた状態で、それがそれで過ごすことができてる時の休憩と、あーやらかしちゃったよっていう休憩ってどっちがいいって、メリハリつけてる時の方がその休憩でしてることをポジティブに感じれると思うんですよね。で、私個人的にさ、推してるそのアーティストというかね、その歌手の方がいらっしゃるんですよ、ね、好きな方がいらっしゃるんですよ、ファンなんですけど、例えばみんなもファンがいた時にさ、休憩をさ、それを見てて、ファンの、ね、方の映像とかを見てて、うわやっちゃったってもしなった時にさ、なんかそのなんだろう、推してる人のせいでこう時間を使ってしまってっていう、だから推しの人とさ、そう共有した時間がさ、ネガティブな印象になっていくのが俺はすごく嫌なの。ゲームも大好きなんよ、大好きなんだけど、やりすぎて、ああやりすぎちゃったよって思っちゃうのが嫌なの。ゲームが好きだから、ゲームが好きだからこそ、好きなものを好きな状態でちゃんと楽しめるようでいたいの。でそれってやっぱりそこのメリハリがちゃんとできるかだと思うんだよね。自分の大事な時間を大事にちゃんとしていくためには、やっぱりやることをやって、そこがちゃんと大前提にあるからこそ、その時間、休憩の時間をポジティブに捉えることができるんだと思っているので、みんながねこうさ、こうさ本編でも言ったけど、でも毎回うまくはいかないんだよ。でうまくいかなかった時はどう考えるかっていうと、もう疲労困憊だったのみんな。その時はもうちょっとそのね休憩時間20分で設定したとするじゃん、足んなかったんだよみんな。ちょっと自分のね自己分析が足らなかったみんな。今のあなたには20分じゃ癒せない、90分必要だったみたいな思っていいって。そう、そういうのも大事だから、そういった切り替え方も含めてなんだけど、ぜひみんなが過ごしてる時間、頑張ってる時間もそう、休憩してる時間もそう、推しの映像を見てる時間もそう、いろんな時間がみんなにとってポジティブに捉えることができるような時間になることをすごく願ってるし、そういう風に捉えることができる、それを学生の時にしかもそれができるようになってたら、もうずっとできるから、それいろんな社会に出てから仕事始めてからもそうできるようになるから、だからぜひね意識して過ごしてもらえたらと思います。時間大事にするんだよ、ね、あの無限じゃないから、有限だからね時間はね。はい、ということで今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではまた今週1週間もねお互い頑張っていきましょう。ほんじゃまたね、バイバイ。